海斗君、いよいよ愛と誠、あなたの最初の主演の映画が始まるんだけども、この映画に対するあなたなりの抱負を聞かせてくれないかな。僕はもうとてもね、素晴らしい主演映画をいただいたので、とにかく自分のベストを尽くして一生懸命頑張って、思ってもいなかったことでは本当に何か見れないです。一生懸命頑張りたいです。テックは相手役としての彼女と思う。もう素晴らしいですね。いつも一生懸命本当に2人で頑張ってきたと思います。はい、お嬢さんよ。そうやって恋人を待ってるみたいに俺を張ってるのは。ヒデチよ。何？私の父の後ろ盾があることをいいことにしてやりたい方だ。本当に悪質だわ。そんな俺に誰がしたと思う。この傷をつけたやつなんだぞ。分かっています。私なりに必死に償おうとしています。償うだと？気安く言うんじゃねえ。この傷はな、恩着せがましき少年刑務所から名門校にくら替えさせてもらった程度で償えるもんじゃないんだ。あんた方からもいただこうが、痴漢よけの用心棒。私のここへ傷をつけてください。あなたと同じ傷を。なんだと？それでお相手になるわ。お相手？俺と同じ傷をつけて一体何がお相手になってんだ。ちょっとばかり美人だと思って俺を舐めんなよ。さらじゃよ。待て風天隊が雨ことこと少年刑務所にぶち込んでやるぞ。少年刑務所、覚えてるよ。この出しゃばりを必ず後悔させてやるからな。さあ来るんだタイガー、来い。離せよ。これ離せ。危ないんじゃない。